昔の遠いの僕にも書いてお願い僕にも書いてロイタンもねハムハムロイタン用に買ってもらいました。これを加えてねこのケージの中に入っていくんですよ。やっぱなんかこう人に取られたくないんかな、取り上げようとするとねちょっとねうーって言ったりするのでちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。ロイタンこれはほらほらほらうーって言ったやろ、ほらロイタンロイタンこれはほらうーって言います、うーって言います、ロイタンロイタンロイタン。まあでもねなんかこう自分らしさっていうのが出てきた証拠なのかなと思ったりしますけどね。まあお家でフリーで過ごす練習をしてますけどね。ブランディ姉さんいいので遊んでますね、僕に貸してもらえませんか。姉ちゃん姉ちゃん首かしげて可愛いの姉ちゃん何してんの、それで遊んでみたいな あ、どうするかな、姉ちゃんの取ったらあかんで、姉ちゃんがいいよって言ったらいいけど、姉ちゃんのガッて取ったらあかんで、また嬉しそうやな それも手でできた、しかもアデル姉ちゃんのやつと2つ強奪して、気になるな気になるな、あ、いけないよいけないよ、お姉ちゃんのやでお姉ちゃんのやで、ロイロイお姉ちゃんのブランディ姉ちゃんの、いけないよいけないよな姉ちゃん、僕にも貸してもらえませんか、そんな感じやね、ロイさんね、あ、どうするかなどうするかな、あ、取ったらダメ取ったらダメ取ったらダメよ取ったらダメよ、お姉ちゃんがいいよって言って、あ、お姉ちゃんがいいよって言ったらいいけどな、お姉ちゃんがそういう時取ったらなあ姉ちゃん、あ、ワンユータ、なんやよこせ言うてんのか、あーじゃない、うわーじゃないよ、お前はうわーじゃない、お姉ちゃんそれを僕に貸してもらえませんかっていう感じやな、僕にも貸してお願い僕にも貸してお願い僕にも貸してお願い僕にも、ワンワン言わないワンワン言わないって言ってる、あ、あ、ワンじゃない、お姉ちゃんお姉ちゃん嫌やで、そんなワンワン言ったらお姉ちゃん大嫌いやからな、ワンワン言う、アデ兄ちゃんも助け舟あ、あ、取った、あ、あ、姉ちゃんの取ろうとしたあのね完全にねロイ君ねここね自分のハウスになってますね